こんにちは。ライティング事業部新入社員の滝です。今回お伝えしたいのはパナソニックの外光照明シリンダースポット。細くなっちゃった。このシリンダースポット、スマートアーキシリーズの商品なんです。スマートアーキとは建築に自由を与えるをコンセプトに展開するデザインや素材、光の質に徹底的にこだわった当社の照明器具シリーズなんです。建築物や植栽のライトアップに最適な屋外用スポットライトとなっております。特徴は大きく3つございます。1つ目、上質デザインでコンパクト。ご覧ください、こちらの新商品、従来品と明るさが同等なのにサイズがなんと半分なんです。また従来品と同等のサイズで明るさを2倍にしたタイプもご用意しております。またデザインにもこだわりました。細い筒型のフォルムにすることで空間に調和するスタイリッシュなデザインとなっています。特にご注目いただきたいのがこちらの先端部分、非常に平らでフラットな作りになっていることがお分かりいただけます。こうすることで雨が降っても水が溜まりにくい形状になっているんです。2つ目の特徴はグレアに配慮した美しい光。シリンダースポットの発光部は表面反射板とブラックコーンの2層構造になっています。表面反射板は光をコントロール、ブラックコーンは眩しさを抑える役割を担っています。そのため十分な光を確保しつつ近づいても眩しさを感じづらい設計になっているんです。そして3つ目の特徴、景観の魅力を引き立てる最高色を新たにラインナップいたしました。こちらの図をご覧ください。左が一般色、右が最高色で照らしています。最高色は余分な黄ばみを抑えることで植栽の持つ色合いをより引き立てることができるんです。それでは本日のまとめです。とかった、明るさそのままダイエット。ご視聴ありがとうございました。 Panasonic